噂はメジャー行きが現実的に。確かに噂は山本や今永、高橋に比べれば圧倒的な活躍はしていない。だが昨季までの2シーズンで計20勝をマーク、投球回数も2年連続150回以上と抜群の安定感を誇る。にもかかわらず年俸は山本の6億5000万円に対して1億7000万円とメジャーでは格安の部類に入る。これがメジャーの複数球団からお買い得と高評価を受けつつあるのだという。一部の球団ではすでに山本や今ながらに大金を投じるぐらいならたとえ失敗しても噂を獲得した方がいいという声も出ているそうです。山本の試合を視察に訪れるメジャースカウトは後を絶ちませんが、最近ではその山本の視察と並行して噂の調査に本腰を入れている球団も多い。毎試合飛翔するぞ、球遅いし無理やろ、有原 2.0 の予感しかしない。ピッチャー返しを当てられてるイメージしかない。メジャーも有原見とる野郎に、まあ今は通用するしないに関わらずオファーあるなら行かないのはバカよな。メジャー契約取れるなら通用しなくても絶対に行くべきやな。年金もあるし、今長野方が年俸安いよ。 NPB でもいまいちなやつが MLB に夢見る現象なんなん。年俸は向こうがつけるんやから NPB の年俸の話をするのは意味不明や。今永は平均球速上がってるしそれなりにやれそうだけど、噂はほんまに意味不明。ストレートのスピードは大丈夫。ご視聴ありがとうございました。